はい、どうもドラフラの弥一です。ですね、今日は、依頼というか挑戦状というか、まあ、僕インスタとか見てくれてる人は分かると思うんですけど、以前フェンディのダウンベストを着てちょっとスタイルサンプルで撮らさせてもらったんですけど、どうも弥一でも似合わん服があるんだって言われたんですよ。ちなみになんですけど、似合わんものは僕でもあります。自分自身でも苦手だったんですよ、あれ自身が、うん、苦手だなって思って、ちょっとどうやって合わせよう。他のお客さんだったら似合ってる方もいたんですよ。でも僕だったらちょっとなんかバランス感が僕にとってはちょっとあんまり合ってなかったんかなっていうので、ちょっと悔しいんで、その挑戦状にリベンジして乗っかってみようかなと思ってるんで、まずは1パターン目、僕なりの自分に、もう個人的な話なんですけど、もうマジで自分なりで似合う着方なんで、まあその皆さんが全員が全員真似できる感じではないんですけど、自分自身が全力でよく見せれるやり方ですね。2パターン目は、まあ他の人も着れるんだけど、ちょっとなんかこう今年っぽいアクセントも入れてる着こなし方。3パターン目は、まあちょっと細身のデニムとか履いて、なんかこう大体他の人でも着れる、いけてるような感じ、それをちょっとやってみようと思うんで、とりあえずどんなものか紹介させてもらいたいと思います。こちらですね、フェンディのダウンベストやつで、これね、海外のねセレブの女性とか着たら超かっこいいんでしょうね。結構なんか自分の印象、シンガポールのセレブとか。ああ、さすが。そのおかげでフェンディがまたちょっと流行り始めてますよね。そう、それをちょっとこう総柄で、まあ僕ちょっと反対側全然似合わなかったんで、こっちの総柄で全部試してみたいと思うんで。反対はね、ちなみにこういう斜め斜線のこういう感じですね。うん、ちょっとちゃんちゃんこみたいな、ゲゲゲの鬼太郎みたいになっちゃいそうなんで、こっちじゃなくてこっちで一旦もめん呼ばないスタイルでいきます。はい。それでは一パターン目見ててください。 5 minutes later、 じゃん、どうでしょうか。いいね、なんかフェンディだけもうちょっとなんか何上品に来るのかと思ったら、結構僕なりに、なんでまあこうしたかって言ったら、まず多分この柄自体がちょっとこう年齢層を高めなイメージが強すぎて、多分僕の雰囲気にはまだ合ってないんかなっていうので、まあカラーとかでもガチャガチャにしましたね。まあこの黄色と赤を入れた理由っていうのは、結構フェンディのインナーカラーの柄が赤だったりとか、そう、あとはこういうフェンディのやつのラインが黄色入ってたりとか、赤入ってたりとか、青入ってたりするんで、そういう意味もあって、まあちょっと青ではないんですけど、そういう色、赤、青、黄色っていうのを、まあそのコーディネート内で演出してみた。へえ、なるほどですね。結構なんか本当にびっくりだわ。フェンディってさっきね、ヤイさん言ったように年齢層高いイメージとか。そうなんですよね。なんか本当に綺麗めに着る人のためのブランドってイメージがあるけど、うん、まあね、なんかね、皆さんはどう思うか分かんないんですけど、僕個人的にはこういう感じの方がなんか自分っぽくていいかなっていう、このマフラーがエロさを出してるかなっていう、エロさをエロさをちょっと出してるかなっていう雰囲気というか、フェンディの高級感な部分をこうストールというかマフラーというか、それでこう演出してみました、ね、オフホワイトのこの太パンのこのグレーっぽい色がまたこう今っぽいシックな高級な感じをこの茶色とマッチしてくれてるんじゃないかなって思うんですよね。だからこういう派手な色着ても、まあ、案外いけるんかなとは思います。着替えるとちょっと不安だったけどね。え、何着とんみたいな、最初に黄色着て大丈夫みたいな感じで、僕じゃないとできない感じじゃないですか、これ。そうなんですよ。2パターン目ちょっとやってみましょうか。それではちょっと自信ないですけど見ててください。
3 weeks later。 とりあえずさん2つ目のコーディネートができたようですが、今度はちょっとみんなも真似しやすいような中間のコーディネートですね。じゃあ皆さんでいい、ちょっと画面の皆さんもちゃんと呼んでよちゃんと呼んでよ、いい、せーの、やいちさーん、はーいどこ見たの気持ちよかったが呼んでくれたんで、すっごい気持ちよかったですね今。いやありがとうございます皆さん。おかげさまで登場がめちゃくちゃ気持ちよかったです。ということでどうでしょうか。うん。さっきはカラーでね、バシッと違う色で決めてみたんですけど、ちょっと赤と意外と余るんじゃないと思ってる方も多かったと思うんですけど、同色な感じに見せて、でまあさっきはそのグレーっぽいパンツだったんだけど。次はちょっと赤をもっと主張するために黒のパンツでスニーカーとトップス、この中のインナーを合わせる感じで来たんで、これだったらなんかこう真似しやすいし、あ俺そういうサイズ感着たことあるからっていう方にはもうすごいおすすめですよね。大人の方でもできるし、まあ特に顔がちっちゃい人にはおすすめですね。でちょっと思ったんだけど、はい、あのま、私はファッションの素人で色はちょっと分かる人なので、はいはい、あのそれ正解かどうかちょっとファッションとして正しいか聞きたいんだけど、はい、1個目のコーディネートも赤と黄色が入っとったじゃん、はい、今も赤オレンジを着とるじゃん。そうですね、朱色的な、そうそうそう、って思ったら結局全部カラーが赤と黄色のミックス、うんうんうん、であとはメイド、はいはい、メイドって分かるかな明るさね、色の明るさとかで、うんうんうん、黄色いパーカーと赤いマフラー、うん、最初は ね、はい、絵の具混ぜたら茶色じゃん。そうですね、だからダウン茶色みたいな。おで今はオレンジで、オレンジも分解すると赤と黄色でしょ、はい、で赤と黄色混ぜると茶色、はい、でそれは今茶色とオレンジで明るさを、オレンジの明るさが暗くなると茶色になる。おさすがっすね。そうちゃんとね、写真の方はプロなんでね。でまあそれをより暗めに近づけるためにパンツを黒にしたっていう、うんうんうん、理由で、理由、意外とそう考えたら昔ね、みんな小学生の時絵の具で遊んでたじゃん、はい、で色の分解とか合成って多分みんな経験あると思うんだけど、そうやってファッション組んだらいいんかなってちょっと今日いいとこ言いますね。そう見てて今日思った。そうなんですよ、実はその混ぜ合わせると苦手な色に近づく色を全部持ってくれば案外似合うようになってくるっていう感じなんですね。例えばじゃあこれが茶色だから下に茶色を持ってくるっていうのって案外合うものと合わんものって出てくるんですよ、同じ同色でも。でも違う色なのにゴンちゃんが言ったように融合させることによってその色になる、カラーになるっていうのが、まあ一つは馴染む秘訣なんですよファッションは。で次は誰しもがちょっと真似しやすいんじゃないかなっていう、まあ、デニムを使ったザなんかこうおしゃれな大人の方みたいな感じでコーディネートさせてもらおうと思うんで、皆さんぜひぜひ見てください。それではやってきます。 So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one。 では3人目のヤイさん、ヤイパンも出てきてもらいましょうかねじゃあ画面の皆さんもう一度一緒、ご一緒に、ご一緒にですよ、いいですか、せーの、ヤイパンマンシャキーン、シャキーンでございますこれはどうですか、デニムで合わせてみて、うん、で、まあデニムとこう茶色の感じと、うん、でちょっと若干このインナーのロゴと色をちょっと似た感じにしてみて、うん、それちょっと思った、うん、で落ち着かせるために、落ち着かせるためにってことで黒で、カジュアルに見せるために足元白にするかっていう感じなんですけれども、うんうん、やっぱりねこれ自体がねサイズ感がちょっと僕自身が苦手っていうのもあって、うんうんうん、パンツに対してトップスはワンサイズ上の、インナーパーカーは
まあ普段だったら M サイズ着るとこう L サイズでちょっと合わさせてもらってるんですけど、うんうんうん、まあそれによって上の比率をちょっと合うようにはさせてもらってる感じです。え、それは何、細すぎたらそのダウンがちゃんちゃんこ感が出てくるってことのような気がして、ていうか丈感っていうんですかね。あ、丈の方、ここの丈がちょっとこうギュンってなるとすごい合ってないものに取ってひっつけたようなものになってしまうのも嫌だったんで、ある程度近く近く合ってる感じにしてみたんですけれども。なるほどね。そうですね。今日は、ということで、僕も実は苦手なアイテムがありまして、でその中でもどうにかちょっとこうひねって自分のサイズ感じゃないものでもいいんで、 これに合うものでサイズしてみたら合ってきたりとか、え、似合うじゃんとかこうなってくると思うんで、うん、ぜひこう買ってみて、いやなんか合わんかったけど着なかったとか、なんかこう俺っぽくなくてこう着なかったっていうものって絶対あると思うんで、うんうん、それをぜひ違う感じ、自分じゃない感じで、自分じゃない感じのサイズ感でも合わせてみたら、もしかしたらこう似合ってくるかもしれないし、あとはそのゴンちゃんが言ったようにこう自分のファッションのコーディネートでその色を消すっていうやり方も一つファッションの手なんで、ぜひよかったら試してみてください。それでは本日は今日もありがとうございました。バイバイ。バイバイ。Thank you.